こんにちは。慶応義塾女子高3年の木村花です。皆さんはハーバード、イェール、コロンビアといった大学名をご存知だと思います。この8大学は IB リーグと呼ばれ、アメリカの超エリート校として有名です。それではエクセター、アンドーバー、ディアフィールド、タフトという学校を聞いたことがありますか？これらは IB リーグの合格者を多数輩出するアメリカの有名私立高校で、ペンスクールズ、いわば高校の IB リーグと呼ばれています。日本での知名度は低いかもしれませんが、実はジョージ・ブッシュや Facebook を作ったマーク・ザッカーバーグ、今話題のトランプ大統領の娘イバンカ・トランプなど、多くの政治家や実業家はこれらの学校の出身です。ほとんどの学生は親元を離れ寮生活をすることから、一般にボーディングスクールとも呼ばれています。勉強だけでなく、スポーツ、芸術、ボランティアなど、アメリカのエリートに求められる資質を身につけるべく厳しい指導が行われます。少人数制の授業で集中力や積極性が身につき、寮生活によって一体感と先生と生徒との間の信頼関係が生まれます。幸運にも私は慶応義塾からの奨学金で一貫校派遣留学生として去年の9月から約1年間ザ・タフトスクールで学ぶ機会をいただきました。今日はタフトという学校を紹介するとともに、1年間で学んだことについてお話ししたいと思います。タフトは第27代大統領ウィリアム・タフトの弟によって1890年に設立された学校です。卒業生にはノーベル賞受賞者などがいます。図書館、アートの教室、スポーツの施設など充実していて、広大な敷地は常に大勢の人たちによって管理運営されています。テニスコートは12面、スケートリンクは2つ、スカッシュコートは8つもありました。あまりに広いので最初の授業は迷子になって20分も遅刻してしまいました。次にタフトでの1日のスケジュールの例を簡単にご紹介したいと思います。タフトでの1日はまずアドバイザーの先生との朝食から始まります。生徒一人一人にアドバイザーと呼ばれる先生がついていて、タフトでの生活を1年間サポートしてくれます。英語の授業では6人しかいない教室で課題本 The Great Gatsby についてのディスカッションを行い、5分間の教室移動の後は中国語のマンツーマンレッスンです。中国語の授業も英語と同様、初めは6人ほどクラスメイトがいましたが、みんなあまりの難しさに次々と脱落していって、気づけば私と先生の1対1の授業となっていました。講堂に集まるとゲストスピーカーとして招かれた宇宙飛行士の講演が始まって、終わると次は物理のクラスで1週間かけて作ったプレゼンの発表があります。昼食の後に午後のクラスを2つ受けたら、放課後はラクロスの練習が6時まであります。シャワーを浴びて夕飯を食べてからは Wi-Fi が切れるギリギリの就寝時間までに宿題を終わらせます。タフトでは5教科ほどしか授業を選択しないので、毎日のように同じ授業があります。つまりそれぞれのクラスで出された宿題は翌日にまたある授業のために一晩で終わらせなければならないのです。このような鬼のように忙しい日々が続き、9ヶ月間はあっという間に過ぎました。もちろん勉強になりましたし、新しい価値観に出会ったり、日本ではできない経験もたくさんしました。一方で失敗したり苦労することもあって、一回りも二回りも成長したことは確かです。自分でも成長を感じることの一つに、自分の考えを主張することへの苦手意識がなくなったことがあります。よく世間一般でも言われるように、アメリカでは常に Why do you think so? や What makes you feel that way? などと、何においても自分の意見を求められました。もちろんすぐにはアメリカ人のように自己主張できるようになったわけではありません。実際たくさんの失敗を重ねました。例えば1学期のイングリッシュの成績は悲惨でした。
クラス全体としていかに活発にディスカッションができていたか、そしてそれぞれがどれだけ自分の意見を主張して議論を深めることに貢献したかによって評価がつけられたからです。ハークネスディスカッションと呼ばれるこの授業方法は、生徒が主体となってこのような楕円形のテーブルをみんなで囲って議論をします。タフトをはじめとするエリート校独特のやり方で、少人数制ならではのものです。他の生徒はみんないい成績を取りたいがために次から次へと発言しようとするので、私が口を挟む間もないくらいでした。50分間の授業中、周りの生徒の積極性にずっと圧倒されていて、かといって私だけが萎縮して黙っているとクラス全体の評点を下げてしまってみんなに迷惑をかけてしまうので、本当にいっそのこと穴に隠れて消えてしまいたいくらいでした。しかしここで思い出したのは、タフトに入学した時、校長先生がスピーチで I want you guys to step out of your comfort zone and challenge yourselves. Taft provides great opportunities for you to try new things と言っていたことです。全く馴染みのないハークネスディスカッションは、コンフォートゾーン、つまり安全領域、快適領域から外れた私が最初に直面したチャレンジであり、同時に一歩成長する機会でした。英語のハンデや不安を乗り越えてディスカッションに参加し発言するためにはどうしたらいいでしょうか。私は課題となる本を徹底的に分析し、誰よりも理解すること、そしてそれを自信にして、たとえ英語が下手でも自分の考えを言うことを目標にしました。特に本を読むにあたって、クラスの誰よりもアメリカの歴史的背景、宗教に関する知識がなかったので、人一倍努力しました。睡眠時間を削っても、宿題は翌日の授業のために完全にこなして、その成果を自信にしディスカッションに臨みました。写真のように本に直接気づいたことや自分の意見を書き込むことで不安意識もなくなりました。それからというもの、努力の甲斐あって少しずつ発言できるようになり、2学期にはハークネスディスカッションの良さや楽しさを実感し始めました。これは不安なことに勇気を持ってチャレンジして、コンフォートゾーンから一歩抜け出して成長できた大きな経験でした。ボーディングスクールにはたくさんのメリットがありますが、デメリットもあります。生徒の間でタフトの問題点として特によく上がるのは、タフトバブルというフレーズです。生徒の、これは生徒たちが社会から切り離された生活をしていることで、時事問題や世界情勢に疎くなったり、特殊な環境に閉じ込められているため、自分たちがいかに恵まれているかを忘れてしまうという意味です。生徒が寮を離れるのは年に数回の長期休みの時しかありません。また毎晩11時半にはインターネットが使えなくなり、寮のテレビも時間がなくてあまり見ることがありません。4年の高校生活の間、新しい人との出会いも少ない中で、タフトという小さな世界、バブルに閉じ込められていると、外の社会と切り離されているように感じるのです。だからこそ多くの生徒はこれを問題だと思って、ボランティア活動やチャリティー活動を積極的に行い、社会に貢献しようとします。また校長先生が Step out of your comfort zone and challenge yourselves, try new things と生徒に促すのも、タフトという恵まれた環境でぬるま湯に浸かっているのではなく、バブルから抜け出して多くのことにチャレンジし、視野を広げてほしいからだと思います。私は慶応にもこのようなバブルが存在すると思います。慶応という恵まれた組織、環境の中に囲われていて、長い間同じ仲間たちと学生生活を送っていると、つい外の世界に目を向けることや新しいことに挑戦することを忘れやすくなります。居心地の良さを無意識のうちに求めて、違う価値観を持つ人たちとの出会いも見過ごしがちです。もちろん慶応に限ったことではありません。皆さんも知らず知らずのうちにバブルの中だけで生きてはいませんか。アメリカの名門私立ボーディングスクールという別世界で過ごした日々は、私にとってかけがえのない経験であり、コンフォートゾーン、
バブルから一歩踏み出すことの大切さを学んだとてもいい刺激となりました。本日はありがとうございました。